どうぞ。あー、でもこれ間接キスになっちゃいますね。もちろん別のところに口をつければ間接キスにはなりませんし、それか私の方で拭きましょうか。あ、間接キス。あら、でしたらこのおしゃべりな口をはじめさんの唇で塞いでしまってもいいんですよ。それはつまり、お願いしてもしてくださらないと。では逆に質問です。ダメと言ったらやめてしまうんですか？さあ、はじめさん、どうしますか？はい。私も我慢できませんでした。それでははじめさん、これ以上はドキドキしすぎて眠れなくなってしまいそうなので、そろそろお部屋に戻り、はじめさんからはまだしてもらってませんでしたから、はじめさん、お待たせしました。でも大変でした。デートって初めてで何を着ていったらいいのか全然わからなくて、おかげで私のベッド服でいっぱいになっちゃって、何を笑ってるんですか？
私だってこういう時は悩みますよ。だってはじめさんは初めての恋人で、これが初めてのデートで、初めて好きな人、私にとって初めてだらけの経験なんですから。それで、はじめさん、今日の私です。あ、本当ですか？嬉しいです。いえいえ、だってこれははじめさんに喜んでもらいたかったのはもちろんですが、純粋に褒めてもらいたかったという気持ちもあったので。だから作戦は大成功です。しても私は、分かってて聞くのは卑怯です。もう急にされると私にだって心の準備はあるんですから。そんなことしたら倍返しで、はじめさんが大変なことになっちゃう。大変なことになっちゃうって。はじめさんも垂れているようですから、お愛子ですよ。それでは時間も限られてますし、そろそろ行きましょうか。大きい魚と小さい魚、同じ水槽だと食べられたりしないんでしょうか？